はい、常政神社晴れ祭り大大神楽、令和6年4月7日9時半午後3時まで、残念でしたね。終わったばかりでしたね。こちらでやったんですね、神楽で。はい、村指定重要無形民族文化財常政神社大大神楽、昭和46年5月10日指定。大大神楽とは、神社の祭礼の時神に捧げる歌や舞を奏唱して言う。神楽は日本各地にさまざまな種類系統が伝えられており、その内容も神話や伝説をもとにしたものや、五穀豊穣、厄難少女、幸福祥福などの願いを込めた舞などさまざまなものが伝えられている。由来、常政神社の大大神楽はかつて途絶えたものを広場場聖宮神社の大大神楽に習い、大正15年4月に発足させたものである。発足後しばらくの間は非常に隆盛で、部員も30名余りと多く、近隣の神社から招請を受け奉納したこともたびたびあったという。内容、神楽の内容は神話を主としており、特に五穀豊穣、家内安全、子孫繁栄を記念している。かつての演目数は36座あり、一日では舞いきれないほどであった。運営は神社総代ら地域住民により継承され、毎年春秋の例祭日に奉納している。そうですね、春の奉納が終わったばかりでしたね。これはいけませんでしたね。はい、常政神社、本殿、上屋、拝殿、平殿、神楽殿、社務所、吾妻社、祭神、千葉常政、和田之助、千葉西門常政。由緒、神道宗14世紀に起源を持ち、船置きによれば、常政は、正暦3年、1079年に良い子に恵まれるのを願って、船尾の観音様にこもり、大願成就し、立派なお子が授かりました。その後、その子、愛光と天狗の関わり、船尾さんの消防等の出来事があり、船尾さん、龍卓寺の再興にも深い関わりを持って、常政主従を祭り、常政宮と称し、小技神田の地に祀られていた。元禄年間16世紀末に山子田村を挙げて現在地に新社殿を造営し、元禄14年1701年完成遷座した本宮の地に今も碑がある。以来300年減る。享保17年10月2日正一位常政宮の遷辞を受ける。天保15年拝殿を再建した旨の棟札がある。例大祭、春4月21日、秋10月9日、現在は4月10月中の順の日曜に。こちらの裏面にはね、上総介、千葉常政公の系図ですね。桓武天皇から始まるんですね。こちらですね。桓武平氏ですよね。こんな感じになってて。国家、義政、義文。将門さん、ここなんですね。平将門の乱、日立、神津家、下津家の支配者、相馬小次郎と称す、上総介。で、千葉氏はですね、この平忠頼さんからなんですね。千葉氏の祖、忠常さん、源頼信に服す、平忠常の乱、乱を起こしてるんですね。家督を常政に譲る。そして、常政さんですね。そして、常長、常時、常住、広常。こうやってね、常の字がずっと続くんですけど、こういうのをね、投資字って言うんだそうですよ。常政さんもそうですけどね。いろいろとね、書いてありました。そちらにはね、常政神社の社殿ですね。これは琴平神社だそうです。じゃあ無事に帰れますようによろしくお願いします。そうですね、こういった感じのね、境内なんですけど、近所の方のね、お散歩の場所なのかもしれません。よいしょよいしょ。
あー、綺麗に咲いてるね。この時期よく見かけますよね。何の花なんでしょうね。まあ、きっと名前があると思いますけどね。はい、それではね、常政神社さんからお送りしました。ご視聴ありがとうございました。なんかね、キツツキがね、トン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 。まあ、どこにいるかわかんないんだけどね。